伏黒は最強の呪具を手に入れます。どうも皆さん、チャオムカです。ということで今回は今後の伏黒についてお話をしていきたいなと思います。まあ伏黒に関しては渋谷事変が終わってから一度も描かれてはいないんですが、最新話の中で今虎杖の捜索をしているということだけが、まあ、明かされたところではあるんですよね。そして全員直人が亡くなったということで、次期当主として伏黒が全員家に迎えられるっていうようなね遺言が残っていたということで、全員直哉が伏黒の命を狙い出したというところになってくるんですけど、じゃあこの伏黒が今後どうなっていくのかっていうところで、まあ今ねまさにちょうどアニメの方で放送されている交流会のところでは、カモとの会話でね、俺と全員家にはもう何のつながりもありませんみたいなことを言ったりもしていたんですよね。でも五条が獄門卿に封印されたことによって、パパグロとの制約上の履行というところで伏黒を全員家に迎え入れて当主にしようとしているってところになってるんですが、やはり伏黒的には御三家になるつもりもないし、当主になるつもりもないかもしれないんですが、今の現状を考えてみると、今までのそれこそ呪術界の状況と今後の呪術界の状況ってのはまた変わってくるわけですよ。自分たちの先生である五条もいないし、今までの学長である矢賀学長も死刑っていう風に言われてしまっていた。そして自分の仲間である虎杖が今いないし、死刑を宣告されている。で、釘崎に関してはね、無事なのかどうかっていうのもまだ全く言われていないところでもあるので、今後伏黒も力をつけていく必要っていうのは絶対的にあるんですよね。それこそ偽下等との決着っていうのもついていないし、五条を奪還していくっていうところもやはり伏黒が参加していくところだと思うんですよ。っていうところで、今のままではいけない、そしてここからさらに強くなっていかないといけないというのを考えると、伏黒自身のパワーアップっていうのは絶対的に必要なんですよね。そしてそれがもちろん伏黒が使う特殊の影棒術っていう全員家総伝の術式自体を極めていく、領域展開をね何回か使ってきているというところで、この術式自体のレベルアップをしていくっていうのは十分必要なところではあるんですけど、今回の遺言状の中に全財産を伏黒のものにするっていうようなところも入ってるんですよね。そしてこの全財産っていうところに関しては、光線機構と全員家機構っていうところで、そこにある呪具を含めた全ての財産っていうのことを言ってるんですよね。ここであえて呪具っていうのが書かれているのもキーワードになってくる気がするんですよね。伏黒っていうのはもちろん式神を使って戦っていく人物ではあるんですが、武器を使ってね戦う人物でもあるんですよね。そして自分の鍵を利用して、その中に武器だったりとか呪具っていうものを隠しておくこともできるんですよね。持ち歩いていくことができるっていうところで、それを今後活かしていかないっていうのはまあないと思うんですよ。光線の機構だったりとか全員家の機構っていうところを見てみると、大量の呪具っていうのはあるはずなんですよ。その中でもやはり最強の呪具っていうものがあると思うので、その最強の呪具っていうものを今後伏黒が手にしていく、そしてそれを使っていくみたいな展開があるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。全員直哉が伏黒の命を狙っている、そして自分が当主になるっていうことを言っているわけなので、やはりこの伏黒と直哉の戦いっていうのが今後描かれていくとは思うんですが、今後の展開として伏黒が一時的に当主になるではなく、直哉と戦ったことによって、まあ、直哉のね考え方が変わっていくみたいなことがあれば、伏黒と戦ってその後話し合いで和解していく、そして伏黒は自分は全員家の当主になるつもりはないからあんたがなってくれっていうところで、全員直哉が全員家の当主になっていく。でも伏黒がこの全員家だったりとか光線の機構に入っている呪具の中から、この呪具だけは俺がもらうみたいな感じで、その最強の呪具だけを手にして全員家の当主っていうものを直哉に譲っていくんじゃないかなっていうのを思ったりもするんですよね。この二人が戦って、伏黒がもし一枚上手だった場合ですよね、やはり全員家総伝の術式っていうところでいろんな可能性っていうのは秘めていると思うので、直哉に勝つ可能性っていうのも多分ゼロじゃないと思うんですよ。っていうところで伏黒がなんとか直哉を黙らせていく、そして当主は譲るからちょっと呪具だけ見せてくれみたいな感じで呪具を見てその中から選んでいくみたいになって、今回のね直哉の感じからしてみると、そう簡単にそれを認めるとは思えないし、まさしくね五条が嫌ってる今の御三家だったりとか呪術界の上層部って感じの人物ではあったので、まあ、そこがね簡単に変わっていくのかというところでもあるんですけど、カモに関してもね、なんか虎杖の味方っぽいような動き方を渋谷事変の最後でしていたので、あんな感じでねちょっと変わってくれたら嬉しいなというところでもあるんですが、まあ、この直哉と伏黒の間に友情が芽生えるとかなって、分かったよめぐみくんみたいな感じで協力関係になっていくみたいになったら、今後の御三家の変化っていうところにもつながってくるし、伏黒が武器を手にしていく、そしてさらなるパワーアップというところもつながってくるので、その辺が描かれていってもおかしくないんじゃないかなって思ったりもするんですよね。やはりこの直哉ってところについて気になるところといえば、術式なんですよね。術式が一体何なのかと
ていうところで、まあ、全員家の送電の術式といえばね、伏黒が使っている特産の影棒術っていうところで影を使ってね式神を出していくっていうところになってくるんですけど、全員家から席を抜いている伏黒恵みっていうこの人物ですよね。こいつをわざわざ全員家に迎えて当主にするっていうような遺言を残しているっていうことは、この直哉がね特産の影棒術ではないっていうところにやはりつながってくるんですよね。やはり伏黒をね全員家の当主にしたいっていうのは、全員家送電の特産の影棒術っていう術式を使っているからこそなんですよね。つまりこの直哉がその特産の影棒術を使えるのであれば、伏黒をわざわざ迎える必要はないんですよっていうところで、何の術式を使うのかっていうところで、まあ直人の実の息子っていうところでこの当社呪法をね使っているっていう可能性も少なくはないし、まあもしかするとまた別の何かですよね。まあこの直人のね術式を考えてみると、もともと作っていた動きをトレースしていくっていうのがあるので、このトレースに関してはね、まあ、なぞっていくっていうの意味合いがあるので、それとちょっと似ているのでいくと、自分がもともと作っていた動きではなく、例えばその時戦ってる敵の攻撃だったりとか技っていうのをその場だけでパクって返すことができるみたいな、なぞる的な感じで丸写しみたいな感じでね、それを返していくみたいな、そんな感じの術式があったら、まあそういう全員家当主に選ばれるぐらいの力を持ってるって可能性もあるので、なんかそういう感じの術式があっても面白いんじゃないかなって思ったりもするんですが、この伏黒と直哉ですよね、今後こいつらが戦いになった時にどうなっていくのかっていうところも気になるし、まあもしねこの2人が戦って伏黒が勝ったとしたら、直哉に一旦当主になってもらうのか、次の当主にはマキさんになってもらいますみたいなことをね言うのかわからないですけど、まあどちらにしてもこの伏黒が全員家の全財産の中にある最強の呪具っていうのを手に入れていくっていう展開はあってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は今後の伏黒恵みについてお話をしました。ぜひねこれについてね感想とかありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。